バファローズ対ライオンズ8回戦、まもなく試合開始です。本日の試合はキャンプ地宮崎スペシャルゲームとして行われます。そこで本日のスタメンコーチは宮崎応援隊のお子様たちです。さあ今ここに闘牛軍団が呼び参ります。皆様盛大な拍手をお願いします。レフトフィルダー吉田正尚、エンド地区長田、センターフィルダー西浦隼人、エンド木村隼人、ライフィルダー中川圭太、エンド武田和真、サードベースマン山下達也、エンド小柳アルコ、ショートストップ大城浩二、エンド成田智樹、セカンドベースマン福田周平、エンド藤原優希、ファーストベースマンクリス・マレイロ、エンド福岡久志、DH ステファン・ロメロ、エンド林鈴芽、バッテリーキャッチャー高城修斗、エンド下田光大、バファローズピッチャーケイ・鈴木、本日の試合はキャンプ地宮崎スペシャルゲームとして行われます。ここで本日の始球式はトゥデイズ PR キャプテンとしてキャンプ地宮崎県出身で元ラグビー日本代表の長友陽一さんが務めてくださいます。ピッチャー長友陽一、バッター秋山翔吾、ナイスピッチ、長友様ありがとうございます。